かちょっと気になる。どうしても映っちゃうね。もういいよ、映りたいなら映りな、映りたいなら映ってくださいよ。ここまで来てくれてありがとう。本日も軽くめブルーありがとうございました。本日は2公演目でございました。2日目、明日が最終日、千秋楽となります。千秋楽となりまして、明日は2公演あります。よろしくお願いします。見に来たよって人いますか？あ、で、今日の髪型はハーフツインにしました。デッドさ、アクセサリーを取っちゃったからちょっとワンコみたいになってるけど、ここにね、こういう紐のリボンとちっちゃいリボン2個つけてもらって、めっちゃね、可愛かったんですよ。そう、おすすめです。おすすめですおすすめです。そう、こんばんしきさん、ありがとう。サッチの個人的好きな髪の毛はやっぱハーフアップか、間違えた、ハーフツインかボブ、ストレートボブ。そう、生誕祭は一番似合う髪の毛で行きたくて、今髪の毛悩んでるんですよ。サシタンスイッチありがとう。ロングよりこれくらい英語に、あ、でもうん、ボブの方が似合うと思う、自分でも思う。これはね、19年間生きてきてね、出たデータなので、はい、結構信憑性あり。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。ふうたんすちっちゃん、ありがとう。ポニーテール姿、髪の毛が足りませんね。お疲れ様です、ありがとう。ふうたんすちっちゃん、ありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、やばい、無接地の余韻がさちたん、ステッチありがとう。21が今日で、22、明日千秋楽で、明後日オンラインお話し会、よろしくお願いします。ふたしてちゃん、ありがとう。やばくない？なんかちょっと声枯れてるよね。ちょっとむせっちの余韻がすごい。なんでじゃろ。こんばんは、来てくれてありがとう。今日の髪型好き？え、嬉しい。そう、ハーフツインは結構好きな髪ですね。そう、巻き巻きしてるよ。何巻きかあんまり詳しくないから分かんないけど、巻き巻きしてます。巻き髪はあんまりしないからレアなのでは。どうしよう、明日の髪の毛。なんか軽くめってやばいよね。無接地、無接地ボイスだよ本当に軽くめって結構ポップなコメディ、コメディだからやっぱポップな髪の毛の方がやっぱいいなと思って、そう、だから明日も結構いつもしない、いつもだいたいストレートボブじゃん、いつもしない髪の毛したいんだけど、何がいいかなと思って。クマはよくするから、クマはちょっとなしクマはなしで、何があるかね。
ちょっと迷ってるんだよね結構。何がいいかなと思って。編みたらしで、まだ言わないとこ。明日のお楽しみです。コマ来てくれてありがとう。あと今日は結構ラーメン多め。そう、カルコメは結構ね、やっぱポップなので、ラーメンもちょっと結構いっぱい、そうつけてみました。ギラギラ。てかさ、今日もカビゴン着てるんだけどさ、カビゴン着ると絶対言われる、あ、それなんだっけ、カビゴンでーすっていう会話を今日もしました。そう、てかあれだね、明日私は舞台ですが、クラブミクサー、池袋かな、池袋のクラブミクサーで僕の太陽公演がありますね。行く人いますか。さっちゃん2月に出させていただいたクラブミクサ行く人いますか。さっちゃんありがとう、コマ来てくれてありがとう。あれ、まださっちゃん出ないんだね。さっちゃん舞台を頑張ってきます。さっちゃんありがとう。そう、あれ、あ渋谷に行きます。あれかな、舞台に来てくれるのかな、それとも遊びに行くのかなあ、いた、楽しんでください僕たいね。さっちゃんスティッチありがとう。池袋、もし池袋の牧体に行く人がいたら、おすすめのマーラータンを教えます。ちょっと読み方わかんないんですけど、串カツとかの串に香るって書いて、ちょっと読み方わかんないんですけどっていうマーラータンが池袋にあるみたいで、そう、サッチは本当は今日行こうとしたんですけど、ちょっとなぜかやめましたそう、やめたんですけど、そこのマーラータンをいつか食べるのが夢です。そう、だからもし池袋の牧体に行く人は行ってみてください。なんかマーラータンの動画をよく見るんですけど、マーラータンが好きな人が上げてる、なんかそこはなんかリーズナブルっていうのかな、なんて言ったらリーズナブルって言った気がする、なんかお手頃価格らしいですよ、マーラータンの中で。あと塩味、さっぱりめらしいです、スープが。おすすめです。渋谷のマーラータンは、まさっちまだマーラータンにわかだから有名なところしか知らないんですけど、渋谷だったら、よう、あ、やばい、昨日まであんなに名前言ってたのに今日名前忘れちゃった、よう、な、忘れちゃった、すいません、忘れましたよう、なんだったっけ、洋服、よう、忘れましたね。でも、あ、そうそう、漢字はそれ、洋国、なんだっけ、忘れちゃった、忘れました、すいません。あ、来てくれてありがとう。そう、マラータン活動でも今日夜ご飯にお蕎麦食べたんですよ。私の中でも、まあ一時期お蕎麦にめちゃくちゃハマってたじゃん。で、私も私のこのおそば、一時期ハマってたおそば愛がちょっとまた復活しそうですね。
ょっとまたおそば巡ろうかなと思ってる今。サチ来てくれてありがとう。そう、でも多分もう行けないですね。あ、それだ、洋服マーラータン、それです、それです。チョコミント愛は、チョコミント愛もね、まだね、いるのよ。でも見つかんないの、チョコミントがいないの、チョコミントが。そう、チョコミントのパンケーキ屋さん見つけたんだけど行けなかった、行きたいのが多すぎて。優先順位をつけた時、チョコミントはアサイーボールマーラータンに負けました。残念。こんにちは、来てくれてありがとう。サッチ来てくれてありがとう。まあでもね、パンケーキってさ、カロリー高いからさ、ちょっともう一歩進むのにちょっと勇気がいるよね。そう、そうなんや。毎日アサイーボール食べてたら痩せるらしい。高いけどね、その分。なんか最初の方は、東京に来てすぐはもうワクワクしてたから、まあ、今はワクワクしてるんだけどね、ワクワクしてるけど、あのなんかもう東京財布にな、東京のお財布になっちゃってて、1,700円まあいいやってアサイーボール普通に食べてたのね。でも今日アサイーボール食べたいなって思ってお店の前まで行ったんですけど、ちょっとなんか高いなって思っちゃってやめました。高いよアサイーボールは、高い高い。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、高いです普通に。東京に染まってないです全然。だって人混みがおおってなってるいつも。長期遠征じゃシャンプーとか、え、気になるの。仕方ない、教えてあげよう。ですね、あの結構長い連泊なので、なんかミニボトルに、こんぐらいのミニボトルに普段使ってるシャンプー詰め替えて持ってきました。100均に売ってたよ、詰め替えボトルは。そう、でもそれが昨日でなくなって、あ、でも今日ギリ使えるかわからんなってぐらいだったから、今日買ってきた、あの1袋1パックのやつ。そうだから何日、2週間ぐらいは持ちました。2週間持ってないか、1週間ちょっと持った。おすすめです。やっぱね、毎回買ってたら、え、目になんか入っちゃった。毎回買ってたら高いからね、小袋のやつ買って。長期遠征事情ありがとうございました。ご参考までに、ぜひ。フッタスティッチありがとう、サチ来てくれてありがとう。フッタスティッチありがとう。でもこう長い間ホテルでいましたけど、ショールームをの首を痛めずにできる場所は見つけれませんでした。すごい、毎回ショールームで結婚申請してくる人いる、ありがとう。だがしかし、サッチはみんなのもの、知ってる、これ、誰か結婚申請。そう、
ありがとね、毎回のショールームで言ってくれて。君の愛は届いているよ、私の心の中に留めている。でもサチはみんなのもの。知ってる、これサチが生み出したわけじゃないからねちょっと恥ずかしい、ちょっと照れてるっていう。そう、アニメかな、ラブライブじゃないっけ、確かラブライブ。ニッコニッコニーンの決め言葉じゃない確か、わからんけど。こんばんは、来てくれてありがとう。でもさ、この首はこう傾けてるといい感じ、首も痛くないし光がいい感じだから。どうですか、さっきの方がいいなら戻します。てかこのさ数週間でめっちゃ前髪伸びた。前髪伸びるの早いな。こちらも首傾めました確かにそうしたら真ん中、みんなのものは Y のもの。ジャイアンですか、ハーフチュインです。シャキーン。今日のヘアメイクさん初めましてだったんですけど、軽く目で初めましてだったんですけど、サッチーの投稿見てますってぐらいこのハーフツインの量がドタイプでした。ありがとうございます。今日のヘアメイクさんドタイプの量。こんにちは、来てくれてありがとう。さちゃちゃちゃありがとう。女神まで行っちゃったか、嬉しい、ありがとう。可愛くしてもろてね、ほんまにアジラ。どこでやましゅちゃちゃちゃありがとう。そう、プロですよ。スネオッチはてはて、ははははこんにちは、来てくれてありがとう。明日から涼しくなるの。そうなの、今日は暑かったか。てか今日のさ東京さ、なんかめっちゃ風強かったんやけど、台風迫ってる？もしかしてってぐらいね、強くてびっくりした。日傘さしてたんだけど、日傘がもううんうんってなってて大変だった。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。暑いよね、まだね。でもまだ許容範囲かな、前髪の長さ。セーターまでにちょっと整えに行きたいけど、行けるかな。やばい、本当にやばい、手紙が。みんな助けて。その場で言おうかな。思うこと、なんて言うんだろう。こうね、感謝の気持ちはいつもあるのでね。どうしよう。まあ手紙書くんですけど。こんばんは、来てくれてありがとう。え、気をつけて。気をつけて、気をつけて、しっかりハンドル握って。ふふ、ちゃ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 ありがとう。 AI でもなんかそういうのあるよね、今最近。わかる、ちゃちゃ来てくれてありがとう。明日の髪の毛どうしよう、本当に迷ってる。ちょっと遊びたいんだよね。今日リコチさんさ、お団子してたじゃん、ここで。かわいい。こんばんは、来てくれてありがとう。明日の最後のどうしようかな。やばい、本当に迷う。何がいいかな。
お団子ね、お団子したいんだけど、毛量、毛量じゃない、長さがないから、歌唱力の時みたいな激ミニ団子やっちゃう。本当に10円だから、あれはあれで可愛かったんですけど、髪の毛でもちょっと用悩み、どうしよう本当に。リンゴヘアいいね、確かに確かに。でもやったことないから怖いな。いや逆にやったことないから挑戦してみるっていうのもねありですよね。さっちゃんちっちゃんありがとう、コマ来てくれてありがとう。いや今日のアクセサリーはちょっと割れながら、あらいいんじゃないって思ったよね。カルコメは早かったな、なんか進みが、稽古期間も短かったしね。なんかあもうやっぱ2週間ってあっという間だね。最初の頃はあんなに寂しがっていたのに、もう平気になりました。ではまあいっぱい人に会ってたしね。稽古で人に会ってたから、立ち入ってくれてありがとう。やっぱり東京最後のご飯はマーラータンで締めるか迷っています。足に落ちた、痛い。てかカルコメのさ会場前、開演前か、開演前にさスクリーンにさあの事前アンケートが映し出されるんだけどさ、それさ初日と今日さ違ったの内容が、そう面白いなって思いました。はい、以上ですか、現場から。みんなはどっちに来た、初日と今日または明日。今日の方が人多かったね、やっぱり土曜日だからかな。今日人多かった初日より。そちたん、そちそちありがとう。水分補給をさせてください。サチタンスチスチありがとう。嫌な音ね今のね。サチタンお疲れちゃん、お疲れちゃん。え、垢抜けたもしかして。っていうかさ、めっちゃ急に話変わるけどさ、僕隊さ何時と何時だっけ、調べよう。明日僕隊東京公演何時から何時、1部と2部、クラブミックス、ボロ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 プル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 、あとクラブミックスだよね。あ、15時50分開場、開演16時半と、あれ一部、あ二部、あ二部が、あサチは舞台してますね、見に行きたかった。あ出てこない。一部何時からか分かる人いますか。あれ一部何時から、ちょっと調べてはいるよ。東京一部、
1部は13時ありがとう教えてくれて。13時か、なるほどね。ありがとう教えてくれて。ありがとう。ここはいつもより少なめですね。サチの顔面が好き、ありがとう。顔面っておもろい、お顔ってこと。約束は小学生の時一つ上の、あら一つ上なの。サキちゃんこんばんは。26歳の生誕、あ、間違えた、26日だった。生誕祭公演東京から見に行きます。サチ嬉しい、ありがとう。サチタン推し言ってくれて、東京からわざわざ来てくれるのありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。今日の髪型はハーフツインと言います。こちらほ、こちらハーフツインでございます。間違えちゃった、26歳じゃない、19歳です。まだまだ19歳です。そうだよ、使ってるのはキャンメイクです。そう、一気に未来になっちゃったから、めっちゃいいこのに。でもね、何回拭いてもね、汚れがつく。ここに軽くていいですね。あら、赤くなった。よきおくん、こんばんは、来てくれてありがとう。やばい、前髪長いな、ちょっとだけ切りたい。ハサミないから切れないんで。こんにちは、来てくれてありがとう。よきよきよくん、まあ来てくれてありがとう。生誕祭の前からおめでとうお願いします。どうしよっかな。オッケー、うそー、いや分からんよ、もしかしたらお前出るかもしれんよ。みんな希望捨てるな。嘘、お前はないです。すみません、ごめんなさいね。お前はね、でも写真昔あげたけど、あの、私は結構好きですね自分の。でもお前姿どうなんだろう。でも眉毛をさ、常にめちゃくちゃ綺麗にしとかんと。いや、眉毛整えてるんだけど、それよりもさ、大事になってくるじゃん、眉毛の印象が。だから大変そう、手入れが。可愛いですね、ありがとう。直球、舞台頑張って、ありがとう。明日が千秋楽で、あ、グッズ買ったよって人いますか？パンフレット買ったよって方いますか？明日もらえるかな？どうなんだろうな？欲しいな。おでこさん、確かにね、おでこさんはありですよ、全然。アレンジなのでね、おでこさんは。
おんまゆさんはカットになっちゃうので。お、嬉しいグッズ、マジでおすすめです。サチも全部欲しい。お揃いにしましょう。通販でもね買えるので、ポリポリ。なんか軽コメをした感想は、あのネタバレになっちゃうのか、でも明日言います気になるね、明日言います、ネタバレになっちゃうんだった。でもみんなが笑ってくれて嬉しいです。こんばんは、来てくれてありがとう。みんなが笑ってくれると安心する安心します。こんばんは、来てくれてありがとう。さっちゃってありがとう。痛い、耳が。やべ、ま、めっちゃ目に入る今日。マスカラが、マスカラが入るのか何が入ってるか分からん。サッチーらしい役だった。サッチーらしい、まあ確かに幸せになるためにでも面白いけど、そうだね、幸せになるためにってもうネタバレしていいのかな、どうなんだろう。終わったのは終わったけど楽しかった。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。なんかアイシャドウをずっとつけない人だったんですけど、最近アイシャドウつけ始めたんですよ。やっぱりアイシャドウがあるといいですね、キラキラしてかわいい。サチこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。もしよかったらね、みんな今日の感想や初日にね来た方、軽コメハッシュタグ軽コメでたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです。読みます、全部読んでます。こんばんちゃぱ、こんばんちゃぱ。こんばん、来てくれてありがとう。そういえばそう、幸せになるための自分がやったやつ見てない、まだ。こんばんは、来てくれてありがとう。はつごよ。こんにちは。さっちってありがとう。もとこちゃん、初めて台本を見たとき私は泉子ちゃんって呼んでしまいました。もとこって呼んだったね。嬉しい。今日も今日とて充電が、冬はアイドルサッチいっぱいみたいな。え、それってコンサートがいっぱいあってほしいなっていうこと。それないだ、それな、クリスマスライブもしたいし、クリスマスライブしたいですね。あれかな、今年もクリスマスライブしたいのと、クリスマスイブライブもしたいのと、元日、元旦か、
元旦ライブをしたいし、ライブたくさんしたいですね。新公演とか確か前川も出たいですね。大晦日ライブやばい、確かにいいですね。クリスマスライブ絶対したいな。サンタの衣装着たいな。ライブたくさん見るけど嬉しい、いいね。サンタの衣装着たいな。チラリ、あ、12月8日大阪でのお話し会、サイン会、完売。まあ結構一個前かな、結構前に完売出てて、その時もお礼させていただいたんですけど、ありがとうございます。もう一度今思い出したからちょっと酔いますね、すいません。そう、ぜひお話し会の方もたくさん待っています。今お話し会申し込み再販中なので、ぜひ大阪一日完売したいですね。ぜひ待っております。嬉しい、嬉しい。こんばんは、来てくれてありがとう。ミニスカサンタですか。さて、まあ本当にまだ何も知らないんだけどどうなんだろう。タチタン幸せ、優しい、ありがとう。みんなも幸せになあれ。そう、サイン完売、ありがとうございます。後で買おうとしてた、あら、あ、後でにしちゃったから、ほら。さて、来てくれてありがとう。かちさん、しんちゃん、ありがとう。帰ったらまず一番に火鍋を食べます。野菜買って、なんかさ、こんな長くさ家開けたことないからさ、どんな感覚なんだ。東京に来てコシちゃんとお話ね、できてないの。そう、一回会おうよ、会おうよって何会おうよ会いたいねって話してたんだけど、お互い予定が合わなくて、また次回お会いしましょうになっちゃった。私は諦めて言いません。いやー、私は諦めてませんよ。やっぱね、なかなか合わないんですよね、予定が。サチタン、スチッチ、ありがとう。サチタン、スチッチ、ありがとう。やだ、ポストにチラシ、誰か回収して。いや、それもそれで嫌だなそう、サチ、来てくれてありがとう。怖いよ、やめてくれ嫌だよ。こんばんは、来てくれてありがとう。サチ、来てくれてありがとう。うん、腐るもの置いてないよ。冷蔵庫空っぽにしてきて、そう、お話し会再販始まりました、追加します、ありがとう。たくさんお話しできることを楽しみにしています。
そうだよ、あさってお話し会だよ。お洋服どうしようかな。そうなの？安心しよう。ふう、家だ。でももう慣れたからね、ホテル生活でも慣れたから別にって感じ。最初は嫌だったけど、でもまあお風呂とかが嫌かな。あくびが出ました。さっちゃん、ありがとう。さっちゃん来てくれてありがとう。待ってくれてありがとう。そう、なんだかんだお家が一番です。さっちが同期東京マウントって何？例えば、じゃあしてみよう、やってみよう。あー、アサイーボール食べたい。あ、広島ないのか、残念。やばい、これやばすぎでしょ。2週間で染まっちゃったら笑っちゃうよ。なんか逆にもうちょっと待って、悲観者トーマスのレベッカに言ってみますけど、なんかさ、それさ、誰かも言われてなかった？メンバーで。ちょっと調べよう。マウントドラグ？やった。新しい特技見つけた？もしかして。もしかして新しい特技見つけちゃった？他に何がある？ちょっと待って、レベッカ。そうよ、変わっちゃったね、サッチって言われちゃうから。絶対ないから、安心して。機関士トーマスのレベッカ調べてるから今。ああ、ちょ、なんとも言えないな。確かに今人の顔してるから、なんかトーマスって結構人の顔してるんだね。これさ、結構怖くない？でもちっちゃい子のあれでしょ、アニメでしょ。ありがとうございますか、レベッカ。まあ一応有名人ですよね、レベッカさんは。トーマスのお友達なんですかね、わかりませんけど。そちら、スティッチありがとう。女優帽子とサングラスできる。そうしよう、そうしよう、そうしちゃおう。そちら、スティッチありがとう。まあひーちゃんにも言ってるんで、サングラスかけて帰ってくるわ。そう、こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。特技マウントにしようかな。上手って褒められたからちょっと嬉しいんだけど、褒められた。都会に染まったのね。やめて、そんな笑顔で言うの。全然染まってません、全然染まってません。さっち、こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、え、でもあの高校の時の仲いい友達がいるって言ったじゃないですか。あの、その子サングラス買ってました。都会ですね。そう、でも似合ってたからいいと思うと思って。こんばんは、来てくれてありがとう。お疲れ様です、来てくれてありがとう。お疲れ様。
サッチー来てくれて。でもあれだよね、東京ってあの何でも馴染むからいいよね。そう、まあそうなんだよ、目からね日焼けしますんでね、普通になんて言うんだろう、日焼け予防としてねつけることもありますよね。サッチーが眩しいからサングラス100点満点です、おめでとうございます。そう、そう、ここの角度がいい、光が当たる、首が、首大丈夫ですかって感じだけど、あ嬉しい、かわいい、だってやったやった、じゃあ頑張って首を維持しよう、首が痛いよ。でもそう、と首筋が、あ見るな、へ残念、私の首筋は500万円です。見たいなら500万円を払うんだ。そう、嬉しい、26日の僕対当選したので仕事終わってからします。初参加、私のセンター祭で来てくれるの嬉しい、ありがとう、楽しもうね一緒に、嬉しい。あ、皆さん僕の太陽公演曽我崎生誕祭、まだまだ一般チケット申し込みできますのでぜひよろしくお願いします。完売目標で頑張っています。腕疲れてきたから置こう、よいしょ、サッチーのひまわり好き、ありがとう。ひまわりもめっちゃ久しぶりやりますね、ひまわりもってか、ま、僕対公演自体久しぶり、3ヶ月ぶり、ちょうど3ヶ月ではないか、3ヶ月と1日ぶりです。やば、久しぶり、嬉しい。みんながさ、どんな、なんかさ、生誕ってさ、その子についてエピソード話すイメージなの、サッチーは。ってことはさ、サッチーのエピソード話してくれるってことだよね。楽しみ、何があるかな。さちたん生誕スペースフォークで参加する、楽しすぎる、ありがとう、すっごい伝わってきたよ。嬉しい。そうそう、よく日数覚えてるでしょ、そう最後の僕と覚えてる。いや暴露されるようなことないんだけど、ないんだけど、はじめまして、来てくれてありがとう。何があるかな、楽しみ、マジで楽しみ。うん、何だろうね、まあ一個ね、あれ言われそうだなっていうのはある、まだ言わないけど、私予想してるんですよ、リア充はあれを言いそう、いちごとひーちゃんがあれ言いそうっていうのがある。そう、でも言っちゃったら、影響されたらあれだから、そう、もしひーちゃんとかが今見てたりしてね、分からんけど、時にそう
影響されたらあれだから、本当に思ってることを言ってほしいから、あれかなって予想してる。なんだろうね、わかりませんね。サッチ怒るの、サッチ、サッチ怒る。ちょっと待って、かわいい抱きしめたい、おもろい。ダメです、すいません、すいません、ダメです。そう、サチタンスチッチありがとう、こんばん、来てくれてありがとう。そう、サチタンスチッチありがとう、シケイさんありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。8周年コンサートまでのカウントダウン、あと6ヶ月、皆さん予定は空けてますか？空けてくれてますか？数十年に一度しか現れないおねだりサッチーです。もちろん嬉しい。撮影3月何も言えない、3月20日だけは開けましょう、約束です。はじめまして、シャケイさんありがとう、嬉しい。未定はダメです、3月20日は開けてください。そう、嬉しい、ありがとう。そう、開けます、素晴らしい、ありがとうございます、本当に感謝しています。開けます、素晴らしいです。こんにちは、こんばんは、ほっぺたギュッて挟みたい。あーでもね、ほっぺためっちゃ触れるんだよね、みんなに。とりあえず飛行機だけでも嬉しい、ありがとう。もう本当にみんなにね、耳がみんなに、みんなの耳にタコができるぐらい、あと半年言い続けますので、ご了承よ、お願いします。あ、サッチありがとう、名前アイコンと一致してないけどありがとう。開けるしか、よろしくお願いします。あと半年言い続けますので、すみませんが耳を開けといてください。お疲れ様です、来てくれてありがとう。広島でもやります、広島でもやるし東京でもやるんですけど、東京が過去最大規模で8000人キャパなので、そう、これは大きな目標です、 STU。 そう、ありがとう。確か3月20って祝日だったと思うけど、休日中合併、お仕事頑張ってください。そう、そう、東京は東京ガーデンシアターってとこでするので、8000人じゃないっけ、東京来てくれる、ありがとう、嬉しい、約束だよ、もう破っちゃダメだよ。東京は3月20日です。嬉しい、みんなもしかして興味持ってくれてる、それだけで嬉しい私は。そう、全席開放して全席完売、マジで私の今の一番の目標、これガチ。まだまだ
時間はあるようでね、多分6月なんてあっという間だと思うので、一緒に布教活動をしてくださると嬉しいです。いろんなお友達や家族、知り合い、ご近所さん、いろんな方を誘って来ていただけると嬉しいです。すごいなんか切ない顔で止まってたらしいね。香川にアリーナなんか建物できるらしいですね。これは瀬戸内アリーナツアーがとかできたら最高だよね。そう、近所の野良猫も連れてきてください。こんばん、来てくれてありがとう。でも山口アリーナないか。広島グリアリでしょ。あの7県ないか。野良幸も連れていく。誰でしょうか。私ですかね。はははは。あ、駅の近くなの、ガーデンシアターって。ほうほう、最寄りって嬉しいですね。確かに。こんばんは、来てくれてありがとう。さっち来てくれてありがとう。そう、広島の8周年はそうですね。そうですよ。こんばんは、来てくれてありがとう。さっち来てくれてありがとう。ドキドキしてくる。なんかドキドキするんだよね、8周年の8000人ドキドキってなる。そう、写真集の場所はハワイです。写真集はちょっと発売しないですね、今のところ、まあ、ハワイ、まあ、するとしたらどこがいい。ハワイがいいんですか。ひまわり畑が綺麗なとこでしたいですね、写真集もしってなったら。そう、ひまわり畑で、ね、撮影したいんですよ私は。へえ、オランダが有名なの。さっちゃん、山口のあれしか知らない、花の海。でも今年行けてないので、ピエン、どっち来てくれてありがとう。うちの近所なの、窓から見えるってこと、ひまわりそんなに近くないか。そこまで近くないけど近いのかな。こんばんは、来てくれてありがとう。わ、びっくりした、光ったから。なんだこれ、腰痛くなってきちゃった。サチ、お休みタイム。この夏の思い出はあの 2.5×3 のライブですかね。あと舞台の練習、稽古がいっぱいありました、夏に。その2つですかね。
最近配信の語学違うね。あれかな、広島と比べてってことかな。そう、ホテルはねちょうどいい白壁がなくてですね、このような画角でさせていただいてます。ですがこの配信の楽しさと引き換えに首の痛さと腰の痛さを、はい、引き換えにしております。犠牲か。まあ配信楽しんでいいんですけど。そう、あ、やめてください、申し訳ないとか言わないでください。はい、背脂ラーメン次サチ大好きだよ。名前はサチが一番だけどちょっと矛盾してるかもな。そうか、サッチ背脂に負けてるのか。そう、いやごめん、ちょっと語弊があるね。違うよ、そんな体は痛くないから。そう、ラーメンに負けてしまった、悔しい。まあラーメンは結構強いからね、手強いライバルですよ。前にサチが見えない東京、どういうこと、東京も悪くない。ちょっとお茶飲む。最近なんか意識高くて、東京のホテル生活でもいつものように寝落ち結構してたんですけど、最近ね意識高くてさ、ちょっと冷蔵庫開かない、悔しい。なんかすぐメイク落としてすぐお風呂入るようになった。何の違いですかね。寝落ちいいよね、わかるわかる。そう、寝落ちしてた。やった、偉いですか、嬉しい。3期生いっぱい東京に来てるな、池袋。え、もう東京いるのみんな。え、そうなの。え、ちょっと待って、どっちどっち、みんな東京にいるのもう。え、じゃあ会おうや。嘘嘘、もう夜なのでね。え、みんなもう東京にいるの。あれ、誰も配信してなくない。ふっかる、ふっかる、もしかして。あ、前撮りなの。嘘、あ、誰か配信してる？今はしてないのか。ん？コマ来てくれてありがとう。サッチ来てくれてありがとう。誰も配信してない今。してないですね。いたたたたた、スリップが刺さった。こんばんは、来てくれてありがとう。今年の夏も瀬戸内は観光客。うん、なんかいつもいるんじゃないですかね。いつもいるんじゃないかな、割といつもいますよ。タン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 、こんにちは、来てくれてありがとう。
そうそうちーちゃんありがとう、こんばんは来てくれてありがとう。だよね、いつもいるよね観光客の方。嬉しい、25日久しぶりに踊ります。こんばんは来てくれてありがとう、こんにちは来てくれてありがとう。わかんない、あんまり意識して生活してないですね。ふと思い出しそうだけどちょっとわかりません。じゃあ22時になったら配信を終わろうと思います。金縛りはなってないです。泣かないでみんな。さあ何でしょうね。るんこんばんは渋谷町人。確かに渋谷のドンキ、そうなの、渋谷ってドンキあったんだ。ちょっともういろんな建物がありすぎて、やばい、落ちる落ちる落ちる。わかる、サチも自分が踊ってるハンダレ見たいんですよね。だから配信あってほしいなって。10月5日ってあっという間に来そうですね。やばい、緊張してきた。嬉しい、もう楽しみなことがいっぱい、嬉しいです。シェイシェイ、リラックスだよ、リラックスリラックス。今日申し込みました。ナイスです、ナイスです。花だれは誰ポジなの。言わないよー、まだ言わないよー。気になる方はぜひ当日に、名前ど忘れしちゃった、恵比寿の、やばい名前ど忘れしちゃった、会場のなんだっけ、恵比寿の10月5日の花だれ公演に来てください。嬉しい、オタク気しようと思ったきっかけはそばさけちゃんでよかった。ありがとう、嬉しい。恵比寿ガーデンホール、エイズガーデンホールです。気になる方はぜひ。嬉しい、うちは振ってくれるの。ほらみんな気になるでしょ、さっちの初の花だれだよ、誰ポジか。
気になるでしょ。来るしかなくない？サチはご機嫌な様子だ。そうでしょ、気になるでしょ。あ、見に行きます。ありがとう、嬉しい。こんばんは、来てくれてありがとう。サチは離れ、小さい頃ですね、可愛らしくて。サチ来てくれてありがとう。そう、サチの初サナダレです。嬉しい、見に来てくれるの？確か行く。あ、ちょっともう一度スケジュールの確認お願いしますそう、みんなよろしくお願いします。サチ来てくれてありがとう。ありがとう。そう、花だれは1部と2部ありますので待ってます。そう、昼夜公演ありますので。サッチの生歌聞きたい。一番早くてスターズ東京でライブがあります。ニコ生、ニコニコさんで配信もありますので。ソロライブ、嬉しい、ソロライブ希望って頑張るね。来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。あら、嬉しいコメントが。嬉しい。千穂さんのソロ歌見に行きたいんだよね。でも東京ですよね。グーム、めっちゃ見に行きたい。クラブミックスだよね、確か。そっち来てくれてありがとう。嬉しい、初訪問さんがいっぱいいる。ST48 3期生の曽川崎でございます。嬉しい、こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。さっち来てくれてありがとう。たちちすちありがとう。今日初訪問さんめっちゃいる。嬉しい、ありがとうございます。 ST48 3期生の曽川崎です。よろしくお願いします。来月9日 AKB 出張公演が、これってあ、もしかして見に行けるやつとかですかね。
からんけど9日か、わかんない、わかんにゃーい。ちょっとヤギあずきちゃんのメイクを生で見たいんですよね。めっちゃメイク好きで、こんばんは、来てくれてありがとう。選ばれし者なのあれって、くじもしかして。はじめまして、中堅さんありがとう、来てくれて。そう、でも私のアイラブコヒさんは広島には来ないって言ってた気がする。ピエン、すごいよね、もう全国を駆け巡ってるよね、 AKB さん。こんばんは、来てくれてありがとう。お腹空いてきた。こんばんは、来てくれてありがとう。お話し会再販中です、キラン。ごめんね、急に宣伝ぶっこんでしてよ。また名古屋で見に行きたい。名古屋あれですね、あの全国ツアーで先輩が行ってましたね。サチも名古屋に上陸まだしてないかな、のでいつか上陸したいですね。あ、よかった、お話かっこちゃったしですありがとう。そう、お話し会まだ再販してるので、おすすめは大阪です。12月8日の、そして9月26日の曽我朝日僕の太陽公園曽我朝日生誕祭も一般販売中ですので、ちょっとそれはね平日になっちゃうんですけど、来てくださると嬉しいです。確かにね、名古屋あんまりね行かないね。確かに生誕祭行きます、嬉しい。その絵文字のような顔してるよ。まあね、そう、奇跡的に、ちょっと待って、これドアップすぎない、こっちのスマホ。奇跡的に、ちょっと待って、こんなにドアップなのにコメントがちっちゃくて難しい。これ皆さん謝罪をまずさせてください。充電が切れました、くぅ。ちょっと待って、やばいやばい、サチ大ピンチ。こっちもさ、あれなんだけど、あと 10% だよって言われちゃった。やばい。なんか、フィルターも面白い。フィルターかかってるね、これなんか。ちょっと、しかもさ、なんかこっちのスマホでさ、初めて配信するんだけどさ、めちゃくちゃさ、ちっちゃいのね、画面が。ってことで、こっちもあと 10% ぐらいなので。壇上を読まさせていただきます。突然だけど終わります。すいません。13位、まーちゃんごめんねさ。12位、トンさん。11位、クリーネ、セントリスさん。10位、ブルーさん。あれば、9位、シャイニングフィンガーさん。8位、台湾のコウさん。7位、豊中のヒロさん。6位、リョウチさん。5位、熊根パパさん。4位、キヨさん。3位、熊の皆さん。ありがとう。そして2位は鳥取太郎さん、ありがとう。そして1位はドゥドゥドゥバン、ささみさん、もぐもぐもぐ、ありがとうです。ありがとうございました。ごめんね、急に終わっちゃって、まさかの充電が。こっちめっちゃドアップだよね。しかもめっちゃさ、コメントちっちゃい。設定感どうなんだ。
ということで終わります。すいません急に。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん配信見に来てくださって誠にありがとうございました。ありがとう。それで今日も一日頑張りました。頑張りました。ありがとうございました。軽コメありがとうございました。今日明日は2公演で千秋楽になるのでぜひ待ってます。ということで最後になりますがありがとうございます。いろいろもろもろ待ってます。ちょっとみんなに耳がタコにできちゃうぐらい言っちゃうから、そう、ありがとう。じゃあちょっとまた充電が切れそうなので終わります。バイバイ。おやすみ。まだ寝ないけど。